キャンね、ハリキャンです。よろしくお願いします。本日の企画はキュンとして大使の行動ということでですね、やっぱ初心に戻りましょうということで、最近キュンとしたことを皆さんに募集したので読んでいきたいと思います。じゃあいきますね、はい、冷たい態度取られることっていうのがなんかキュンとしてるんですけど、なんかうちはちょっと分かるって思っちゃうのが、2人でおるときと大人数でおるときの違いみたいな感じ。あ、そういうことな。で、なんか大人数でおるときは冷たい、結構冷たくないとか思うんだけど、2人になんかちょっとそういうことな。そういうの好きで、私が思った冷たいは、駆け引きされてる時が冷たい。なるほどね。向こうが、結構グイグイ引いてたのに、急に冷たく引かれて押し引き好きになっちゃう。そう、ほんで、あれ、わかる、なってなる時、でもその時はキュンキュンしやんけどな、けど好きになっちゃう。確かに、確かに。でもなんかさ、引いてるぜっていう感じより、僕はもう好きなの諦めましたよ感出す人の方が、なんか押し引きしてる感はなくて好き。なんか押し引きしてますよ感アピールみたいな感じる人は嫌やから、諦めました感出されるけど、焦るよな、焦る。そうそうそう、やっぱり好きやって。あ、まあこれは王道的っていうか、まあ普通にキュンってします。些細な変化に気づいてくれる、前髪切ったとか。あ、確かにね、それ嬉しいよね。なんかさ、変化に気づいてくれるっていうよりも、なんか自分を見てくれてたんだっていうのが嬉しい。なんかしかも前のことを覚えてくれることも嬉しい。わかるわ。だからなんか前髪切って可愛いとか言ってくれてることにもそもそも嬉しいし、前髪が切ったっていうことを気づいてくれてるっていうことも嬉しい。嬉しい。服の系統変わった時に気づいてくれるの嬉しいんですけど。あ、今日いつもと違う感じやん。え、そう、可愛い系とか、あんま着なくて可愛い系とかなった時に、いつもと違うなって言って、じゃあなんかどっちがいいって聞くから、え、両方好きってお願いします。え、全然教えてくれてもいいけど、言うときはこっちの方が好きっていうね。え、でもタイプはこっちかも。あー、確かに。なんか普通に俺が好きなのは、みたいな。あ、そう、俺の好みは、わかる。そっちが似合う似合わんじゃなくて、自分の好みのタイプ。そこ大事やな、結構。ちょっとさ、わかんねんけどさ、私的にヤバいと思うんだけど、好きな人にウィンクされたらどうですかっていうので、なんかウィンクってないやん。けどさ、こう笑った時にさ、めっちゃ笑いすぎてさ、なんかこうなってる時に、こういうね、今めっちゃキモいけどさ、なんかわかる、片目だけこうつぶって笑っちゃってる時、俺のこう思う、かっこいいと思う。かっこいいと思う。え、てか私ウィンク好きやねんけどさ、ウィンク好きとか、ウィンクしてくる男やばいと思うけど。え、じゃあウィンクしてくる男やばいけど、無理やりウィンクしてって言ったりする。あ、確かに、付き合ったりとかした後とか、ウィンクできるっていう話だったの。え、そう、ウィンクできるとか言って、それもできるって知ったら、え、またウィンクしてやとか言ったり。あー、なんかかっこいいよな、あれ。え、中学の時にさ、なんかめっちゃウィンクみたいなの流行っててさ、目やったら絶対ウィンクするみたいな習慣がある席のところがあって、席替えてさ、そいつ見たら絶対ウィンクしてくるみたいなやつをさ、普通にキモみたいな感じやねんけど、まあ顔も別にブサイクじゃなかったし、かっこいい方やったから、もういいって思ってた。いいね、でもウィンクできひんからさ。できひんは。な、できたらな、もっとな、いいやろな。写真撮るとかウィンクしたい。したいわ。あとブーメランとか撮るときにさ、ウィンクしてるやつ俺やろ、よく。いいなって思う。いいなって思うよな。まあこれいいわ。開けられない時など一緒にやってくれるところ。私が受け取ったやつは、キャップとか開けられへんかった時にやってくれる、一緒にやってくれる時にキュンです。わかるわ。なんかいいよな、なんかさ、やっぱりさ、男の人と女の人は力が違うやんって思うよな、そうやって。なんかさ、開けてって言って開けてくれてもかっこいいなとは思うけどさ、なんかさ、開けられへんところを見ててくれて、わかる、開けてって言ってくれる。わかるわかる、それめっちゃわかるわ。それめっちゃわかるわ。めっちゃいい、かっこいいって思う。確かにそれはそう。なんかワンちゃんもうちょっとでも開けれたかもしれんけど、なんかちょっと弱いふりとかした。最近さ、飛行機乗って思ってんけどさ、キャリーケースを持ってたらさ、この飛行機の上のところにさ、預けるのって大変やん。それやってくれるとか、あれをできる人って、まあ男の人は結構できるやん、すごいなって思うし、一緒に男の人と飛行機乗るとして、その男の人が、女の人がこうなってる時に持ち上がらへんってなってる時に手伝ってたら、神って思う。めっちゃいいなって思う、そういう男の人。はい、運転してる時の横がふとした時はかっこよすぎる。わかる。なんか運転できる人ってすごいかっこいい。できひんから、うちは。って会計に思うし、高速乗る時とかは、なんかうちが見てあげんと、結構さ、細かいや、こっちにすぐ降りたりするわ。やけどさ、マップも自分でできる人おるやん。そのマップをさ、一回やってさ、もう全然できひんかってな。うわ、マジさ、助手席むずとか思ってさ、チキン乗った時さ、マップも自分で
やっててさ、なんか嬉しいとかかっこいいな、そうかっこいいって思って、そういうのめっちゃいいと思う。まあ普通にめっちゃ運転スムーズな人がもうそもそもかっこいいし、駐車が上手な人もかっこいいと思う。あー確かに、なんか焦ってないっていうことが分かる人がいい。あの男の人とさ付き合う前にさ車乗ったりしたらさ、駐車一回で決めたらさ、なんか褒めなあかんかなって思って、まずうち分かる、で褒めるけど、褒めるけどな、一旦「えすごい」とか言うけど、褒めなあかんなって思って、しかもなんか何回もやっても止めれへんかった時に「きます」って思う。あとさ、送ってもらったみたいなことあるのさ、それさ次行くときに自分の家覚えてくれてたら嬉しい。うわ嬉しい嬉しい、ここを目印にしててんなとか言ってたらさ、そういうところも覚えてくれてたんやなとか。わかるわかる、なんかあれと一緒に誕生日覚えてくれてたんでしょ。わかるわマジで。でも昔あれしてなかった、相手のさ好きな人のさ身長覚えてさ、自分の身長のさ3 10センチとかやったらさ、10センチは一番キスがしやすいとか、20センチは一番反対しやすいそれ見て、とか、なんかこの男女は10センチ差とか言って、こんな差なんやと思って楽しんでた。なんか15センチ差が一番カップルでお似合いやと思われるさ、みたいな。これでも結構聞いてた、やっぱり道路側を歩いてくれるところっていうので、私もこの前あって、こうやって歩いてて、全然その人は一緒に見てないねんけど、喋っててんな。で、こう近づいてきたから、あ、聞こえへんかったんかなって、もう一回喋ろうとしたら、車道が変わってくれて、すまん。なんかいいよなマジで、なんかいろんな意味が込められてんねん。そうやねそうやねん、ほんまにまず女として生きてるんや。俺はこの子を守らなければいけないわかるっているっていう感じが好き。わかる、守らないといけない対象に入っているっていうことが嬉しい。俺の方が強いから任せるよっていうのも感じる。そういうことよね、やっぱりその小さいとかでも気づいてくれるっていうのも素晴らしい。素晴らしい。なんかよく言うからやらんでいいわとか思わんといてほしい。そうあからさまやからなーとか思わんといてほしい。普通に危ないやん。そう普通に危ない、でもさずっと変わってくれへん男の人もおるやん。その時はなんかさこう歩いとってさ、たまにさ右左交換する時あるやん。右左交換した時にさ自分車道側に行ってる時あんねんな、あ自分車道側やずっとって思って切ない気持ちになる。まあいいけど、全然いいし、そんなん別に光ることなんてそんなないやん、後ろとか見とったら。そうやけど、あいいねんけど、いいねんけどな、女として見られてないなとか思う。わかる、よりなとか思って。わかるわかる、めっちゃわかる。わかった、あんまわからんけど、わかんけど、この人って自分勝手なんだなとか思っちゃうじゃん。なんかさ、めっちゃ好きやで、なんかさ、自分って女の子として見られてないんやろなって思った後に、なんかどんどんそういうマインドに入ってくるやん。そうそうそう。で、この人ってなんか自分勝手なんかなって思ってへんやろな。後ろパってなんか自転車が乗ったらしくて、こうピッて引っ張ってくれたら、ああ自分やね、そろありがとうみたいな、その女だし、ありがとう。そういう人ってさ動画の動画が変わらないの、結局その時も確かに、まあその時に変わってくれるから。シュガーバニーズやねんけど、かわいい。じゃあそれやもう、これやもう、シュガーバニーズ大好きやから、シュガーバニーズ。そう、じゃあシュガーバニーズ同盟の人は、ちゃん付けしてくれる男の子はほんまにメロイ。メロイ言ってます、メロイって言ってます。さすがちゃん付けしてくれる男の子、ちゃん付けで呼ばれたい派の人間ってこの前も言ってんけど、何の付けに言ったんか、メロイ。メロイこの前なんかいいなって思ったのがあって、切り抜きで見てんけど、なんかコムドットのヤマト君とバンバンザイのミユちゃんが、ヤマト君がミユちゃんのことをミユちゃんって呼ぶねんけど、なんか寄った時かな、なんか合宿みたいな時にミユみたいな、うわほら、ほらな、そういう時に使えんねんな、ちゃん付けって。もともとちゃん付けやったとしたら、そういう時がキロリーってなるねん。メロイです、メロイです。しかもさ、ちゃん付けって呼ばれへんから、ちょっと特別枠メロイ。わかる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 、なんかちゃん付けの方がレアやねん。わかるわかる、なメロイです。いや、なんかちゃん付けの方が可愛いな、可愛い、自分可愛いかもとか思って、思っちゃう。なんかわかるわかる、可愛い子扱いしてくれ、やめて、鼻鼻とか言う、彼はそこにコンプレックスを持ってないから見せてる。この子が一番可愛いと思う。未来でしょ。可愛い。可愛い。この中身飾りをつけてるのが一番可愛い。可愛い。似てるよな、やっぱり私と。歯の方が似てるけど見て。てかこう見たらさ、系統違うよな、私は。でもさ、どっか似てるやろな。似てんねんで、でも。似てるってよく言われる。言われる？最近よく言われる。じゃあラストかな。シンプルにじっと見つめられるのいいなって思います。うわ、この前話したっけこれ。ずっと目見てくれるの、エスっ気が感じるっていう。なんか前言ってたかもしれない。目を見た時にさ、全然そろそろ
へん人ってなんかえすっげえ感じわかるわ、うん、なんかなんか男って思うなんか目そらさへんプラス、うん、みたいな顔してくるね、えー、すげえ。なんか眉毛ちょっと反り上がりしてる、好き、なんか上手に振られた感じ、ね、うちこの前さ、7秒見つめ合ったら、うん、なんか恋に落ちるみたい な, たいなで、やってみようみたいになってんな、うん、7秒、まあそんな、うん、で、見つめ合ってんな、うん、で、ハルは、うん、あ、なんかちょっと恥ずかしいわって思ったから、喋りながらな、うん、見ててんけど、相手は普通にこうやって見ててさ、うん、上手に取られたわっていい感じの感じたわけそうなんかさ、うん、好きなやつは、うんうんうん、まあ飲み会とかで、うん、ちょっと席離れてるのとかと目合った時に、うん、こっちもちょっとそらさんかって、うん、そしたらさ、向こうが、みたいな、あっけーそれ、うってやられた瞬間とか、なっちゃうわかるわかる急に何もない、何もないみたいなあー、わかるやる時、わかるわかる好きめっちゃメロい、それなんでもいいやもうなんで後ろに引くんやえもっと近くに見せてあげてかわいいかわいいマジでかわいい、一番かわいいはい、まあこんな感じで皆さんのメロい話をいっぱい集めました、ありがとうございましたはい、この動画もね、この動画いいと思ったらチャンネル登録、グッドボタン、コメントお待ちしてます、また次回の動画でお会いしましょう、バイバーイ。